エミール・ジュルダンを描いた肖像画、ギュスターブ・ロワゾー・エミール・ジュールダンは、フランスの画家である。ポール・ゴーギャンを含む多くの画家たちと共に、ブルターニュのポンタバンで活動した、ポンタバン派の画家の一人である。モルビアン県のバンヌに、役人の息子に生まれた。パリのエコール・でボザールで学んだ後、アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・アドルフ・ブグローや、トニ・ロベール・フルーリーに学んだ。 友人の画家とパリにスタジオを開いたが、すぐに多くの芸術家の集まっていたポンタバンに移り、ポール・ゴーギャンを中心とした画家グループに加わった。ポンタバンの宿やペンショーネグローネックに滞在し、エミール・ベルナールやエルネスト・ド・シャマイアール、シャルル・ラバル、アンディ・モレといった画家たちと親しくなった。印象派のスタイルや総合主義のスタイルで風景画を描いた。仲間の画家たちに比べて、 人気は出なかった。1891年にペンショーネグローネックで働いていた19歳の娘と結婚し子供ができたが生活を維持できずに1910年に家族たちは去った。アルコール中毒となりになりカンペルレで没した。ありがとうございます。